いしょっと。はい、どうもこんばんは、としきです。イエイ。リスペクトフォーマティブクライシスへようこそ。今週もかな、まあ実質4日ぶりになるんですかね、張り切ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。イエーイ。あふー。早速コメントが来てますね。タップさん、こんばん、バスクリーンということで、ちょっとね、実は今日ネタで持ってきたんですよ。リアルバスクリーンね、バスクリーンを持ってきましたよ。ただ僕はここにこう置いてバスクリーンがあることを主張した上でやりたかったんですけど、まさかの見えないということでですね。来たよ、シミキャラメルさん、どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。はい、今日はね、鼻からメガネもないのでちょっと違和感もあるんですけども、今回はですね、ちょっと枠、スタジオ2時間撮ってますので、ちょっと長めにやっていきたいなと思います。時間ある方は最後までお付き合いいただければと思います。そしてですね、曲に行く前に、ちょっと今回からちょっともうカチャカチャうるさいな。カチャカチャうるさいから外すわ、もう。テイク。つむらさんの提供でお送りできたらいいんですけどね。はい。スクリーンですね。今回からですね、この配信、今までね、毎週ずっとやってきたんですけど、ちょっと最近ツイッターの方で、こう見るタイミングがなかなかなくて、 YouTube とかに載せてくれないですかねっていうちょっと声をいただきまして、あ、なるほどねということで、あ、白猫さん、ウェイ、白猫さん、コテハンもう一回つけてください、ごめんなさい。消えてますね。ということで、今まではこうタイムシフトで見てね的な話もあったんですけど、タイムシフトってプレミアムでしか見れないじゃないですか、基本的には。なので今回からちょっと今この僕が映ってるカメラの隣にもう一個レコーダーがあるんですけど、まあ、それで動画を撮りつつ、明日こう仕事終わってから編集して YouTube にも載せていくというのをちょっと今後毎回やっていこうかなと思いますので、終わってからも僕が間違えたところが永遠に残るというちょっと怖いこともあるんですけど、まあその辺はこう編集の妙でこうチョキチョキしたりとか、その辺は臨機応変にやっていこうと思います。ではでは、このなぜバスクリーンがあるのかというところもですね、後ほど YouTube 見る方は全く意味がわからないと思うので、その辺の解説は後ほど曲を交えて、改めてね、レギュラーで来ていただいている皆さんはご存知かと思うんですけどね、その辺も改めてちょっとご新規様の方に改めて説明もしていきたいなと思います。ね、挨拶の中にもバスクリーンで出てきてますけど、何のことやねんと言われるね方もいらっしゃると思いますけども、言えばああなるほどと。ではでは、今回はですね、前回何日でしたっけ、3日前ないし4日前にやった時に、いくつかリクエストいただいてた曲をなんとか一通りこなしていきたいなと思いつつ、かつちょっとまあ時期的にね、最近もう世間では終業式だの卒業式だの、そういったちょっとね学生さんのイベントもたくさん行われている中、ちょっと珍しく卒業シーズンっぽい曲もやろうかなと思っておりますので、その辺もお楽しみにしていただければ幸いです。では1曲目、ファナティッククライシスの真珠という曲をやっていきたいと思います。その言葉も、あ
思った君に受け取ってほしいんだ。形や大きさは様々で、色も育ち方も違うけれど、僕らはそれぞれ胸の中に輝くものを持って、輝く明日を持って、泣きたい夜なら僕がそばで、君が眠るまで歌うから、優しい鼓動を感じながら大事に育てるから、心の奥から君のことを美しい人だと思う。誰が何と言おうと君は君のままでいてほしい。1曲目はアーティッククライシスの真珠でした。ありがとうございます。ごめんなさいね、ちょっとね、花粉症で目がかゆい、かゆい。どうですか皆さんは、花粉症の人はいないですか？大丈夫ですか？もうね、今年はひどいっすわ。薬も薬漬けのように飲んでね、やっておりますけども。あら、あきこさんこんばんは。そう、緑のやつはみんな大好き、わかんないですけど、バスクリーンです。バスクリーン師匠こと、としきです。というわけで、やらせてもらってます。そうです、森の香りです。さっき買ってきましてね、スタジオ来る前に、杉薬局で。結構いろいろあるんですね。なんか、大人のバスクリーンとかも出てて、全然バスクリーン事情を最近知らなくて、間違って最初、バスロマンを手に取って、あ、これこれと思って、あ、違うわ、バスクリーンじゃない、これバスロマンや言うて、やってたんですけどね。そんな一人コントもやってましたけど、はい。花粉症に酵素も含まれていると、そうですね、あと猫さんも言ってますけど、ダニとハウスダストもね、なかなかこうほこり関係がね、どうしても怖いですよね、この時期は。ではでは、ね、トークもそこそこに曲をやっていきたいんですが、なんかね、あれなんですよ、その YouTube に載せますっていう話をね、バスメガネ、メガネ、僕の本体ここにいてるんで、今日はメガネはお休みで。メガネね、ちょっと今、僕、譜面見ながら歌ってたんですけど、譜面が案外見えなくてですね、メガネやっぱかけた方がいいのかなと思いながらもね、メガネクリーンってもうそれ、メガネ拭きじゃないですか。もはや。メガネがいいという声をいただいたので、じゃあメガネをかけますね。はい。というわけでですね、2曲目は、もう散々、リクエストいただいてて、ようやくできます。聴いてください、石月勤ソロ曲、桜のつぼみをやります。イントロはミスるかもしれないんで、成功するまでやり直しますけど、 YouTube 版にはチョキッとしたやつを、綺麗なやつ載せますからね。いきまーす。
香る季節僕は忘れ物した少年のようさよならもなく季節がいてしまったから今もまだ春を探している桜舞うあの坂が君の点ぐらいですかね、はい、あのねあれなんですよその YouTube に載せるからっていうそのプレッシャーがあるだけで今日ものすごい緊張してて思ったより声がね上ずってもうどうしようってなってて今いやーいっぱいいっぱいですわというわけでちょっと気持ちを休めるあれを込めてちょっとバラードを一曲行きたいと思います。これも昼間にねちょっと一発撮りでツイッターには載せたんですけど、あれだけできてて50点、まあまあ感想分けの桜咲いてのところ歌詞間違えたし、コードどこだったっけってなっちゃってこうぐちゃぐちゃってなっちゃったんでね。カモンカノン。なんすかそのカモン立つぞみたいな。はい。そういう曲じゃないの次は。はい、じゃあちょっとカノンやりたいと思います。
続けて聞いてください。エアリー。
同じ未来にいたいな。あなたの隣で、あなたとこうして、あの日出会えてなければ、今の僕はもっと寂しい人。たとえば日々の中、心が通わない日も、二人は同じ空気の中で、また信じ合えるから。形がないからこそ夏も秋も冬も、あなたと笑って、あなたと暮らした。悲しい夢から覚めたら、隣にあなたがいてくれるだけでいい。お互い価値観も違えば、違うけど、大好きなのはそのままのあなただよ。同じ年を重ねて、目に見えるものじゃなく、正解もない写真にも映らないもの。カノンエアリー2曲続けて聴いていただきました。ありがとうございます。ちょっとギター置きますね。よいしょよいしょ。ちょっとコメント拾うタイムに行きます。ちょっと休憩がてら。
緊張が止まらない。ありがとうございます、パチパチたくさん。ちょっとね、一個拾えてなかったやつがあって、つとむの知らない音源をここで聞いてますと。ありがとうございます。そうですよね、なかなかね CD を、特に今の2曲なんかファンクラブ限定のやつなので、なかなか難しいですよね、入手するのもね。どっかで CD が手に入ればね、というか YouTube にねストーム上げてくれたらねいいと思うんですけど。多分師匠本人も泣きに行ってる、今夜は泣かしに来てるんですかね。師匠といえば歌と涙とバスクリーン、なんだその曲名みたいな。とメガネ、いっぱいあるな。あのね、でもカノンはね、すごいこんな自分で悦に浸るのも気持ち悪い話なんですけど、こう元の曲が素晴らしいのはもちろん前提でね話をするんですけど、特に最後の転調するところでこうガンってきた時にね、こううわーって自分でもこう感動してしまいましてですね、なんとすごい曲なんだろうかと思って、なんでもっとたくさん聴いてこなかったんだろうっていうね。この曲は本当にここ 2,3 日でずっと聴いて覚えたんですけどね、いい曲ですよね。またリクエストがあればやりたいと思いますので。いやでもね、こう生放送をずっとこう続けさせていただいてね、アコギを1年もう1年過ぎたかな、1年過ぎたと思うんですけど、ずっとやってきて、最近そのカノンやってて特に思ったんですけど、やっとまあ聞いてくださってる方がどう取るかはちょっとまだね申し訳ない、わからないんですけど、わからないし自分が今から言うことは的外れかもしれないんですけど、ちょっと昔に比べるとこうギターに思いというか感情というか、そういうのを乗せて弾けるようになってきたような感じはカノン弾いてる時にちょっと感じました。なんか今までとちょっと違う手応えというか、なんかこういう感じをもっと大事にやっていきたいなとなんか改めて思いました。はい、さてさて、元気な歌も聞きたいっす。あ、元気な歌、ここできたか。そうですか、じゃあちょっと今から2曲ほど、もう2曲ほどファナティック以外のバラードを続けるあれがあったんですけど、じゃあちょっと元気になれる曲、元気になれる曲、ちょっと待ってね、何がいいかな。スケープゴートはね、まだちょっと独裁者はちょっとこの今 MP が3ぐらいしかないんで待ってください。そうだな、どの辺がいいかな。人生ゲーム、人生ゲームはねちょっとね復習をしないとできないんですよね。ファナティックつとむさんでもいいんですよね別に。ワン、ワンか、ワンならできるかな。ワンか、ここであえてのワンを挟むというね。あ、ムーンライト、ムーンライトいいですね。ムーンライトはねでも転調するところがちょっと怖いんですよね。月の魔法いいね、月の魔法か、月の魔法か、ちゃうわ。じゃあちょっと月の魔法やろうか、覚えてるかな。あと少し、もう少し
目を閉じてもう一度あの日に帰れたら叶わない気持ちを君に伝えられるかな。あと少しもう少し あと少しもう少し君に近づけたくてまた一人変わらない月の姿だけまたいつか懐かしく見えない。はい、ちょっと全然覚えてなかったですね。ごめんなさい。月の魔法でした。なんか即興でできそうだったんでこの曲は。もうやんないと忘れますね、やっぱり。やんないと忘れるつながりで、とりあえずもう一曲リクエストあったやつをね、カンニングペーパー作り忘れたんですけど。やります。いきます。いやーむずい。わかる？ありきたりの言葉じゃ君は納得しない。そうなものなどはいらない。見た目とはだいぶ違うピュアな優しさを僕は知っているから、安心しなさい my 姫君。嵐の夜もいつでも君らしくあるために、僕は見えない剣を振りかざして戦う。
が君の盾となろう。手出し出せないよ。寂しい時は電話一本ですぐ飛んでくから、嵐の夜もいつでも僕が抱きしめてあげるから、明日はきっと晴れるよ。もう涙は拭いて喧嘩ばかりだけれど、誰より多分君のことも不満も多いだろうけれど、誰よりわかってる他の誰よりも。どんな風に見えんのかな、情けない男かい。今はこんなんなんだけど、分かっているんだけど、君を守るために生まれてきたんだから。嵐の夜もいつでも君が君らしくあるために、僕は見えない剣を振りかざして戦う。喧嘩ばかりだけれど、誰より多分君のことも不満も多いだろうけれど、誰より思ってる他の誰よりも。ナイトでした。ありがとうございます。皆さんはさすがですね、分かってらっしゃいますね。クラウディアとナイトが同じストーリーに感じます。あーなるほどね、そういう捉え方もあるか。ショッカーがいる、いい。8 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 8
ではでは、ちょっとここでですね、卒業ソングコーナーということで、私としきセレクトセレクトで2曲ちょっと用意してきましたので、ちょっとそちらをやりたいと思います。では1曲目、本当に僕の趣味で行くんですいません、知らない曲だともしかしたら入り込めないかもしれないんですけど、まず1曲目はですね、グレーの卒業まであと少しという2002年かな、Way of Difference のカップリングに入ってた曲なんですけど、この曲がもう昔からずっと大好きでですね、この時期になるとよく聴きたくなる曲で、まあ結構最近ツイッターでとある友人の方がちょっと友達について書いてることがあって、まあ、僕もちょっと最近そういうね、友達ってなんだろうみたいなことを考えることはよくあるんですけど、まあそういう、まあ、大事な人をいろいろ思い浮かべながら聴いたりしてる曲です、はい、では聴いてください。優しさを見た How are you feeling? 大丈夫癖のある懐かしい文字今それぞれにそれぞれの場所で唇を噛みしめてみんな走ってるだろうI'm not afraid of the dark.
とゴミを背に笑顔はあの頃のままじゃなくてももう少し友と呼ばせて優しさからはぐれそうな時答えを焦らないでと気づけば遠い過去を夢見る頃過ぎ去りし日々の街から胸を焦がす卒業まであと少しでした。ありがとうございますいやー緊張するわ。よし、ではもう一曲、もうこれはもう多分皆さんは全員ご存知だと思います。日本を代表する卒業ソングということでうるさかったらごめんなさい。聞いてください、尾崎豊のカバーで卒業。何に従い従うべきか考えていた。
俺たちは風の中孤独瞳に浮かべ寂しく歩いた笑い声とため息の飽和した店でピンボールのハイスコア競い合った退屈な心刺激さえあれば何でも大げさに喋り続けたしなかった夜の校舎窓ガラス壊して回った逆らい続けあがき続けた早く自由になりたかった信じられる大人との争いの中で許し合い一体何分かり合えただろうしながらそれでも過ごした一つだけ分かってたことこの支配からの卒業強いか知りたかった力だけが必要だと固くなに信じて従うとは負けることと言い聞かした友達にさえ強がってみせた時には誰かを傷つけてもやがて誰も恋に落ちて愛の言葉と理想の愛それだけに心奪われた生きるために計算高くなれというが人を愛すまっすぐさを強く信じて大切なのは何愛することと生きるためにすることの区別迷った興味よく真面目なんてクソくらいと思った夜の校舎窓ガラス壊して回った逆らい続けあがき続けた早く自由になりたかった信じられぬ大人との争いの中で許し合い一体何分かり合えただろううんざりしながらそれでも過ごした一つだけ分かってたことこの支配からの卒業して一体何わかるというのか思い出の他に何が残るというのか人は誰も縛られたかよわき子羊ならば先生あなたはかよわき大人の代弁者なのか俺たちの怒りの声向かうべきなのかこれからは何が俺を縛りつけるだろうあと何度自分自身卒業すれば本当の自分にたどり着けるからの卒業
はい、というわけで、グレー卒業まであと少しと尾崎豊の卒業をカバーさせていただきました。どうもありがとうございます。熱い、よいしょっとよいしょ。はい、というわけでですね、ここからはとりあえず今日予定してた曲はほぼほぼ消化できましてですね、残り時間まああと何分やろうかな、どこまでできるか分かりませんけども、よいしょっと。ではここでですね、ちょっと多分今日初見さんの方もいらっしゃるような気がするのでですね、あ、間違えた、よいしょ、尾崎、あ、はいはい、アルバイスという人、あ、なんかいろいろコメントが、ちょっとね、コメントの更新が止まってて今一生懸命見てます。この流れでファナの幸運よ君の胸にだっけか、あー、そうか、さっきそれいきますか、それいきますか。じゃあちょっとこいつ一旦止めるね、よいしょ、ちょっと待ってね。はい、幸運よ君の胸にはね、歌詞を覚えてなくてですね、できるかな。じゃあちょっと次回もやる体でちょっと探りで幸運よ君の胸にやってみます。さよならまた会うまで忘れないよ君のこと、まだまだを重ね
台無しだもうすいません。いややっぱり何ですかね、僕次の回でちゃんとやってくる子なんで大丈夫、次はバッチリ覚えてきます、待っててください。はい、じゃあ残り時間はもうダーッといきたいんですけど、ここでですね一番大事な、そうあれですよ、どこ行った、おいお前出てこいよ、あれどこ行った、よいしょちょっと待ってね、なんか歌詞カードに嫌われた、よいしょ、あったあった。スピードコレクターはねほぼワンコードなんでね、この間のメビウスリングと同じでむずいんですよ。ねコードが変わる、キーが変わる、キーが変わるんですよ。細胞分裂、さよならしよう、予言者が語る週末の日の日常バビー、こんな感じで、じゃあね、 YouTube に載せるためにも知っておいてほしい話があるので、ちょっとここでこのなぜ私がバスクリーン師匠と呼ばれているかの由来をここでね、別に僕が言ったわけじゃないですよ、このバスクリーンっていうのはね、バスクリーン師匠とね呼んでいただけたり、あとは最近知り合った方にはファナティックのカバーの第一人者だというね、ありがたいお言葉までいただいてしまいまして、もう本当恐縮でございます、ありがとうございます。でね、なぜこの私がバスクリーン師匠と呼ばれているかというとですね、これからやるマスカレードインザルームという曲があるんですけども、今では本人も知ってるしな、マジか、そうなのかね、このサビの後半でね、今すぐにっていうのがバスクリーンに聞こえるらしいというところからね、僕が言ったわけじゃないのになぜか僕がバスクリーン師匠を襲名してしまってね、なのであれですよ、言い出したのは石月つとむなので、レジェンドオブバスクリーンは石月つとむなんですよ、皆様それだけは覚えて帰ってくださいね、ということで、よし、バスクリーンのことちゃうで、ああ違うのね。もう話が噛み合わない、ごめんなさい。じゃあこの曲やるのも久しぶりっすよね。もうなんか名前ついてんだから毎回やれよみたいな。本日のパワーワード。これね。もう今後私これ持参で毎回放送しますのでね。これが容器がなくなろうが、ね。もしかしたら途中で違うやつに変わってたら、あら、なくなったのね、みたいな話になるかもしれないですけど。
き寄せて声が出ちゃうほど潤った瞳僕に媚びるみたいに愛しておくれ。このままじゃこのままで並びにバスクリーンインザルームでした。ありがとうございます。はい、というわけでありがとうございました。バスクリーンでした。なんだってペットボトルがベコベコになってるように見える。ペットボトル、ペットボトルなんか見える。あ、これ、あ、見えてるのね。ペットボトル、これはまだまだベコベコじゃないですよ。ベコベコにはできますけどね。ちょっとうるさいよ。はい、こんな感じでベコベコに、このまま飲まなきゃいけなくなりました。はい、ん、存在理由はって、あのアキコさんから来てて、もう一人の方、もう一人の、これアキコさんか、違うな。存在理由、これ多分あれだな、おかんだな。だ、結局ね、これ多分もう間違っててももう知らない、これおかんだと思う。存在理由はって言ってる人は、あのさっきもさ LINE で言ったけどさ、どっちどっちどっちをやればいいの。私は存在、
残念、妹でした。知るか。どうも、あのちょっとねレーゾンレトルはねこう最近やってないからな、いけるかな、やるだけやってみよう。時間的にちょっとあと10分ぐらいで今日は終わりたいと思いますので、10分15分ぐらいかな、できてあのお風呂に入りたいので、はい。でちょっとレーゾンレトルの花束やってみます。間違えた。大きな花束、それはあなたです。
はい、というわけでレーゾンデートルの花束でした。まあまあ大丈夫大丈夫、母のリクエストはそっちじゃない方でした。おうおうおう、母のリクエストはこっちか。繰り返し真実は叫んでる、
光を目指して叫んだる。僕には見えてるかい、本当の君の姿が。一画目の前で消えていた。あの時君は泣いていたね。僕はその全てを守りたくて抱きしめた。愛の姿を見たくて今日もいろんなことをしてみるけど、手にした瞬間にいつもそれは思い出に変わった。オーバーしましたけど、オーロラと存在理由、逆か、存在理由と存在意識のワンコーラスとオーロラでした。ちなみに言っていいのかな、白猫さんと母、3月お誕生日です。わー、みんなでお祝い、イエーイ、パフパフ。ちゃんって呼びかけてくれたのは同じく3月誕生日の白猫さんですね。いやー、なんかいっぱいおめでとうが来てる。おめでとう、おめでとう。おかんごめんな、まだちょっと誕生日できてないけど、こんなところですいません。こういう誕生日もいいんじゃないでしょうか。はいね、いろんな人からこうね、ネットでお祝いっていう、ね、今時。じゃあそんなわけで、メガネは壊さないように投げません。最後の曲いきたいと思います。まあ、この曲でまた明日から1週間頑張ろうぜってことで、おめでとうの気持ちも込めて最後に、盛大にいきたいと思います。カポつけの汗だ。では皆さんご一緒に、肩を並べてウィナーに唾を吐いてやろう。
誇るものはあるさ。たまには難しいことは忘ればかやろうぜ。愛するものを見つけるたびに嫌な自分を見つけてしまう。そんなものかもね。全てを知ることはできなくても全て捨てることはないさ。君のままに If life is負けがあり優劣があるなら君と肩を並べて皆に唾を吐いてやろう。いつか遠い街で夢が果てても花は咲くだろうさ。悲しい顔はやめてね。それぞれの道を選び僕らは強く時に壊れそうで君の声を求まる。僕はいつも君を見ている。いつか別れが来て空になっても忘れはしないだろう。君の全て君の声例えば人生にもし勝ち負けがあり優劣があるなら君と肩を並べて皆に唾を吐いてやろう。いつか遠い街で夢が果てても花は咲くだろうさ。悲しい顔はやめてね。それぞれの道を選び強く時に壊れそうね。君の声を求める。僕はいつも君を見ている。いつか別れが来て空になっても忘れはしないだろう。君の全て君の声君の話し方全部君をあるがままに君であればいいぜ。それぞれの未来へ果てしない未来へ続け。誰や最後笑かしにかかったんは。誰がそれぞれのメガネや。もう最後プーって言ってもらったじゃないですか。はい、ありがとうございました。ちょっとまあスタジオ終わり場では時間あるんですけど放送はちょっとここまでにしたいと思います。ちょっと今日は2時間弱ですね。思ったより長くなってしまったんですけど、最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。感謝感謝でございます。改めて白猫さんとおかん、そしてここにまだいるかもしれない3月生まれの皆様おめでとうございます。皆様にとって新しい1年が良い年になりますようにというわけでですね、次はまた、1週間後の日曜日、次25日ですかね、お給料日ですねにまたやりたいと思いますので、あ、そうか、息子ちゃんも3月か、おめでとう息子ちゃん、おめでとう。というわけで、また明日からちょっと天気悪いみたいなんですけどもね、皆様の風邪などひきませんように。あ、なんか3月生まれがたくさんいる、ハッピーバースデー。というわけでまた来週もお会いしたいと思います。3月多い、すごいですね。この枠でこんだけ3月生まれがいたら僕8月です、覚えときましょうか。
この名前の人をちょっと覚えておかないといけないですね。8月、僕は9月ですけどね。じゃあ、今日あのコメントに流れてきた曲はなんとか拾って次回やれたらいいなと思ってますので、また楽しみにしててください。今日は長い時間ありがとうございました。としきでした。バスクリーンでした。なんか鎖骨フェチがいたな。最後鎖骨フェチにはたまらない。おう、鎖骨フェチですか。今日ね、広いですよね。はい、何の話やんちゅうね。バイバーイ。間違えたよ。もう一回言っていいですか。間違えた。ちょっと復習だけさせてね。イントロしくると超ダサいんで。合ってんのかな。ニカポか。そうです。では聞いてください。マスカレードインザルーム。間違えたよ。ん、どうやったっけ。あ、ここまで行くんか。はあ、僕ってこういう人ですよね。